上より、イオンモール、広島祇園は、広島県広島市浅南区にあるモール型ショッピングセンターである。広島市浅南区祇園に位置し、イオンモールが運営を行っている。商業施設面積5万7000平方メートルの建物の1.23階に、テナントが入居し、屋上は駐車場となっている。イオン、広島祇園店のほか、約130店舗の専門店が営業。 各店舗において和音、愛国家、ID が使用可能。モール北側の臨時駐車場を含め約2800台の駐車場を備える。当地には三菱重工業工作機械事業部広島工場が存在し1939年もしくは1940年に創業開始。創業開始時は東洋機械で1943年に 三菱工作機械広島製作所、1945年に三菱重工業と合併した。工場名称は1950年から1976年まで使われた三菱重工業広島製機製作所の時代が一番長かった。2002年11月11日に三菱重工業より滋賀県立東市にある 立東本工場への生産集約のため、2003年9月末での閉鎖を発表。2003年10月1日に閉鎖された。工場跡地は売却方針とされ、最終的に取得することになるイオンのほか、同業他社の富士や泉、また敷地の一部をある学校が取得を希望したが、最終的に2004年1月にイオンが取得することが明らかになった。当地は、 まとまった敷地は魅力とされた反面、周辺アクセス道路の買収遅れによる整備の遅れが問題視され、出店後維持にもアクセス道路の早期整備を要望した。その後2007年2月に年内に着工し、店舗面積が3万8000平方メートルの建物を建築し2008年中開店予定であることが明らかになった。建築時期については、 郊外出店が制限されるちづくり散歩を改正前にされるとした。2009年4月25日にソフトオープン、4月29日にグランドオープンした。など、専門店、約130店舗が存在する。ありがとうございます。